え、どうでしょう、それって、うん、それ以降に似たような経験って大人になってからないんですか？一回だけ、うん、似たような経験っていうか、まあ、結構幽霊は見慣れてる方だと思うんですけど、うん、これね、まあまあ出しても大丈夫かな、秋田県にちょっと釣り遠征で行かせてもらったことがあるんですよ。知り合いの方が釣り大好きで、その時に釣りで行ったんですよね。で、その日は僕はあとカメラをやらないといけなかったんで、その釣りの日に、次の日朝4時ぐらいからホテルを出発して、撮影班だったんですよ。ビデオカメラで。その、知り合いの方たちが釣りをするのを僕は撮影しつつ、ドローンを飛ばしつつみたいな。っていうののお仕事で呼んでもらったんですよね。で、行かせてもらって、まあ、部屋入るじゃないですか。まずはまあ、ドローンの準備、充電器、全部電池をフルにしないととかっていうので、部屋のテーブルの上にドローンの充電器を置いて、パソコン開いて、カメラの充電器を置いて、SD カード何枚あるとか、中になんか容量入ってるんじゃないかな、チェックしたりとか、いろいろやってたんですよ。で、バーっとやって、ある程度一段落してから、まあ、ご飯を食べに行って戻ってくる。で、まあ、充電も終わってるから、明日の準備でドローンの箱に全部詰めて、おし、明日の準備 OK の状態で、明日早いからもう11時ぐらいには寝ようと思って、布団に潜ったんですよね。で、布団に潜った時に、その日、時、まあ、冬で、外も雪ガンガンな時だったんですよ。これ明日、船出るかなと思いつつも、まあ、寝ようかなと思ってたら、僕その時 YouTube で階段流しながら寝るのが好きだったんですよ。階段流しながらっていうよりは、ゆうえんかなたさんっていう YouTube をやられてる方のチャンネル の、 配信のアーカイブを見るのが好きだったんですよ。で、そのアーカイブのスタートっていうのが、なんかチーンみたいな音が鳴って、かなたさんが手を合わせて、さて、始まりました。24時間とつまち配信、とつまち配信みたいな。っていうのからスタートするんですよね。で、いつも通り横になって、ピッとこうボタンを押したんですよ。再生ボタン。押したら、BGM がお経だったんですよ。って始まって、で、暗い画面からゆっくりフェードインしてくるかなたさんが映って、で、チーンってなった瞬間に、いつも通りの、かなたさんが始まった。あ、BGM 入れたんだって思って、見てたんですよ。で、ってこういう、お経っぽい音が薄く流れてる中、かなたさんが電話を取る。もしもしって言って。で、あ、投稿者何々ですって名前言われて。で、下に名前が出て。で、今日はどんなお話でしょうか。今日はね、ホテルにまつわるお話なんですけど、っていう話になったんですよ。聞いてたんですよね。で、その方の話の内容っていうのが、まあ、ホテル、ビジネスホテルに泊まっていると、まあ、窓の外に違和感を感じて窓を開けると女性が、飛び降りていくのが見えた。で、それがすごく怖かった。なんだろうと思って窓を開けるとその向こう側にはお墓がいっぱいあったと。だから僕はそういうのを見てしまったのかもしれないですっていうお話だったんですよね。で、まあ、僕はもう今ビジネスホテルに泊まってるわけですから、こう横になりながらね、見てて、と思って、あ、ダメだダメだ、見てたらもう結局見ちゃう。この動画2時間あるから、見終わる頃にはもう2時だから、もう、ね、寝る時間がなくなるわと思って、再生止めたんですよ。再生止めて気づいたんですけど、BGM じゃなかったんですよ。っていう音は止まらないんですよ。え？ってなって。何これ、どういうことっつって、まあね、バックグラウンド再生もあるからそれじゃないよなって見ても違うんですよ。あれと思って携帯を置いて、どっから聞こえてんの、ホテルのアナウンスのスピーカーから聞こえてんのかなと思って耳澄ましたら外っぽいぞと思ったんですよ。あれと思ってカーテンをガラガラガラって開けたら墓だったんですよ。えってなって、でもちょっとお寺みたいな、なんかこう、建物もある。で、僕のホテルから見た光景がもうお墓。ガンガンのお墓。あれ？これ外から音聞こえてたん？と思った瞬間に、うわってなんか目の前通るんですよ。うわってなって、びっくりして、後ろにこう下がって、
ベッドに座るじゃないですか。え？今一瞬過ぎて見えなかったですよ。何？と思ったら、ブワッてまた落ちるんですよ。は？何？何？と思ったら、ブワッブワッって間隔がだんだん短くなってって、どうやら、クリーム色っぽい服を着てる女の人が落ちてるぞってのがわかるんですよ。え？嘘嘘嘘嘘嘘嘘と思って見てたら、ブワッブワッブワッブワって落ちるじゃないですか。もう、普段幽霊見てるから、これ幽霊なのどっちっていう。同じ幽霊が何回も何回も落ちるわけねえよな、っていうので、僕近づいて、立ち上がった瞬間にそのお経みたいなのが、わー止まったんですよ。で、あれ音やんだと思って、パッて外見たら、その落ちていくのがなくなったんですよ。どういう現象と思って、窓をカチャってやって、スッと開けたんですよね。全開はできないんですよ、そこの窓。ガチャって開けたら、ほんとちょっとだけ開いて、カチンって音が鳴って、閉まらなくなったんですよ。あ、これどうやって閉めるんだろうと思って、なんか押すみたいなボタンがあって、あ、ここ押したら閉まるんだなと思って、こう指を持ってた瞬間に、僕のこの視界の上で、パッて何かが止まったんですよ。その瞬間に背中、ゾワーってなって、そう。ゆっくりこうやって、パーって顔を上げたら、その、バッ、バッってなってた人が、落ちてる途中で止まってるから、髪の毛とか、ふわーってなって、落ちながら、わーってなっている目が見えたんですよ。と思ったら、なんか部屋の中を見てるけど、僕とは目合ってないんですよね。ゆっくり目が、カカ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 カって僕の方を見ようとしてるときに、やばいやばいって言って目そらして、カーテンザンってやって、ベッドの方にトンと座って、あ、やばいやばいやばい。何これ。え？すごい霊体験してるやん。何これと思って。ちょっとまずいな。これ、ちょっとまずいなって言って、毛布に入って。ふぅー、ちょっと、どうしよう。なんだろうこれ。何なんだろうと思ってて、目つぶった瞬間に、めっちゃ明るくなったんですよ。夢かいと思って。こーはーみたいな。めちゃくちゃ変な夢見てるよ、俺。めちゃくちゃ怖かったって言って、布団出て窓開けたら、ね、窓開いてたんですよ。え？カーテンガラガラって。窓開いてたんですよ。あれ？ってなって。え？どっちってなって。むちゃくちゃ怖い。え？どっち？これ夢な？本当なの？っていう。その後僕、かなたさんとも知り合いになってるんで、その放送回、自分の履歴見たんですよ。放送回あるんですよ。これだと思って。見たんですよ。そのお話載ってないんですよ。僕がそのかなたさんのやつで聞いた、あと BGM にお経もないし、その、体験談みたいなのが語られてたんですよ、しっかりと。Z なんとかさんっていう名前だったんですよ。そこぐらいまで覚えてる。その人はいるんですよ。うん。そういう投稿主の方はいるんです、ちゃんと。だけどその人の話の中でホテルで女の人が落ちていくっていう夢の話みたいな、そういうお話はないんですよ。え？っていう。だから、かなたさんには話したことあるんですけど。何ですかね、これ、みたいな。怖っ！だから、霊を見慣れてる人間は、正直そういう経験しないと思ってたんです、僕。ああ、確かに。幽霊を認識してるから。だけど、これに関しては、このやつとかも、あ、夢だろうなーっていう感じじゃないですか。なんか、ホラー映画とか好きだから、そういうのの印象で、僕の中で演出として出してるんだろうなーっていうのも理解できるんですよ。でも、窓が開いてるってことは、寒いあの場所で、窓開けて寝るはずがないんですよ、まず。暖房効かせて寝てるぐらいなのに。そう。あれはね、マジで不思議でした。何だったんだろう。あれだけ、ビジネスホテルの話やめてって言ったのに、なんでまたそんな、
ビジモンの話するの？聞かれたからね。その大人になってないの。ねえ、怖っ。ねえ。他に体験してる人いないのかなと思って、その後ネットでもそのホテルのことは調べたんですけど、やっぱり窓の外にあるあのお墓が気持ち悪いとか、そういうなんか投稿はあったんですけど、別にその霊体験がどうこうとか幽霊で有名だとかっていうのもなくて、何だったんだろうなっていう。何なんでしょうね。いや、これあのベランダのというかおじいちゃんおばあちゃんに招き入れてもらってオレンジジュース飲んだ話、うん、で実家の裏手のその、うん、おばさんの家で養護飲んだ話、うん、でそのホテルでゆえんさんのそのラジオ聞いて、うん、で配信を聞いて、それと同じことが現実にこう起きてしまったという夢だったのか、うん、でも窓開いてる現実だったのか、うんうん、みたいな、うん、だこのなんかパラレルワールド感って処理ができないじゃないですか。そう。だってこう答え合わせができないから。そうなんですよ。でもこれって、でもどっかしら説明できないところがありますもんね。でも絶対飲んだよとか、うん、開けて寝ないはずだよとか、うん。実際お墓はやっぱあるんですか？あるんですよ。ちゃんとある。うん、あの時カーテンをまず部屋に入ってカーテンバッて開けた時に、部屋に来たばっかの時に墓に気づかないわけないんですよ、ね、確かにっていうぐらい目の前だから、うん、だけどあの寒いなっつって窓開いてんのかなで、俺部屋に入ってすぐ一回カーテンの中見てるんですよね、窓閉まってんのかっつってカーテンビャッて閉めて暖房ガンガンにかけて、でああいうなんかこう寒いところって一定の温度のそのあったかさまでは暖房効いてるんですよ、そのホテル内のエアコン全体のエアコンみたいなので、でそこのホテルに関してはエアコンがもう一台あって、それで温度調整ができたんですよ、そこの温度も上げてるんですよ僕、だから寒いから、でこんな暑がりな僕がお布団かぶってかなつさんのやつ見てたから、そう、何なんでしょうね。これ結構好きなんですよ。本当ですか？そう、結構好きで。俺考察結構する、自分でするけど、他の人の話聞いててこうだったんじゃない、ああだったんじゃないは浮かぶけど、自分のこれに関してはマジでわかんなくて。何でしょうね。これでも、逆っていう言葉が正確かわからないですけど、うん、ちょっと逆目の話もあって、うんうん、昔これ神社で短期バイトみたいな感じで巫女さんを決まった時期だけ毎年ちょっとだけ巫女さんをやるっていう学生さんがいて、うん、でそれは神社がこう忙しい時期だけ募集されてる巫女のバイトに毎年応募してるから、まあ、顔なじみだから毎年採用してもらってずっと巫女をやってるっていう女の子が知り合いにいて、うん、でその子が巫女さんやった時に隣にいたベテランの神職さんが教えてくれた話らしいんですけど、うん、とある日からとある日まで、これが何のきっかけかは全くわからないらしいんですけど、必ず同じお守りを持って同じ御朱印帳を持ってお願いしますって言って、でいくらいくら納めいただきます、これでお願いします、ありがとうございました、じゃあご朱印帳お書きしますね、で書いてる時に隣のページになんかもうよその神社に行かれたんでしょう、でこっち側が空いててこう書いて、でお守りと一緒に袋に入れて、じゃあどうぞって渡して帰るっていう人が、このとある一定期間 1,2 ヶ月ぐらいだったらしいんですけど、ずっと毎日来るんですって、毎日必ず同じ人が同じ格好で同じ時間に、で自分は必ず前日も来たことを覚えてるんですって、うん、でもご朱印帳見るとその前の神社があってここは空で、前のページめくるとよその神社よその神社みたいな、で毎回必ず同じご朱印帳に自分が書き入れていくっていうのを 1,2 ヶ月毎日のように見ていたことがあるらしくて、うん、でもしかしたら向こう側がパラレルワールドみたいに入っちゃってるのか、自分がその体験をしてるのかが分からなくなって、
一時期こう精神的に錯乱状態になってしまったという審査さんがいるんですって。おえだから例えば、まあ、安田さんの場合はそれ一回きりじゃないですか、どのお話も、うん、だけれども最後の話でちょっと引っかかった女性がこうバッバッっていう、うん、もしかしたらその女性も落ちるのを何度も経験してて、うん、本当はでたまたまそこに安田さんが居合わせたみたいなパラレル感なのか、なんかちょっと世界観を安田さんを主人公じゃなくして考えたらどうなんだろうって今ちょっと悩んでたんですけど、うんうんうん、どうなんでしょうね、その女性の霊、女性とおぼしきクリーム色のこう服を着てる霊なんかはもしかしたらこう何度もしてるのか。あれね、でもね、僕の見解ですけど、窓越しに見たあの女性は多分霊ではないんですよ、僕の見ている限り。じゃあまだ亡くなっていない状態ってこと？そう、人だと思うんですよ。その後亡くなる、落ちてしまって亡くなることが決まってる、うん、まだ落下途中の生きてる人、はい、の感じなんですよ。手もバーってこうなんかこの落ちて脱力しながらこう回って髪の毛もワッサーなってる状態の、もう顔もなんていうんですか、どこに重力がかかってるのか分かんないような顔で、うわーっていう、こう、びっくりしてる顔はしてるんですけど、目だけもうパッチリ開けてて、その、目を見た瞬間に、うーわ、人じゃん、と思ってたら、ぐぐぐぐって動いたから、やばい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 って、目そらしてって感じだったんですよ。いや、でも、確かに例なんだったら、落ちる必要はないですもんね。うん。そう、忘れられないんですよ。じゃあもしかしたら、生きてる間、最後に見たのが安田さん。かもしれないですね。最後の見た光景。うんうんうん。怖い。だなんかの、そのね、時空が歪んでじゃないけど、なんか別の次元の人が落ちていくのを僕が見てしまって、そっちの世界ではしっかりと亡くなってしまっている、うん、ところだったのが、僕がそこにいてしまったのかなとか、いろいろ考えたっすけど、にしても夢だったのか現実だったのかがよく分かんないし、うん、その前に飲んでたものだったり、部屋の中でドアこう鍵カチンってなって閉まらなくなった窓だったから、余計に覚えててちょっと雪積もっててみたいな、うわ、なんかめちゃくちゃ嫌だったっすね、あれ。怖っ。夢だといいなっていう、夢だったよいいなっていう、ただもう窓開いてるからどっちかなって、もうどっちかなが嫌なんですよ。夢なら夢でめちゃくちゃ怖い夢見たでいいんですけど、そうどっちだったんだろうって謎になってんのが一番嫌で、うわ、これまあ答え合わせできないお話ではあるものの、その最中は現実と区別がついてないっていうのが一番怖いですよね。はい。いやー、すごいな、それ。で、しかも終わってみても、それは現実だったと自分は思ってるわけだし。うん。なんか、誰かに証言をしてほしかったですね。例えば、もう、初めに隠れんぼしてる時の二人も、もう、完全に覚えてるとか。うん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 。ああ、そうなんだ。でもそれって逆に言えばこれからの人生でも同じことが起こる可能性はあるわけですもんね。あるでしょうね。ちょっと教えてください、もしあったら。またおお、全然全然ビジホでも大丈夫ですビジホはもうビジホやめましょう、使いづらくなるから。でもビジホがで起きる可能性もあるわけじゃないですか。むしろ高いですよね。うん、なぜかそうなるとそのビジホの可能性もあるから、そうなった時も教えていいんですかって、そのビジホの話すんなって言うから私、ビジホ話だったら1個あって、うん、あるやないか。いや、僕は怖い体験しなくて済んだんですよ、実は。黒子は幸運だったんですけど、うん、それ、もともとどういう触れ込みかっていうと、これ、P なんですけど、にある、とあるビジネスホテル、今はないんですけど、で今はない理由っていうのが、実は私とかなり縁深くてですね、うん、そのビジネスホテルは、結構、築年数が経ってたんで、そんなに高層階じゃないんですよ。もう6階ぐらいまでしかないような、まあ地方の、そんなに何十部屋とあるわけじゃない、ちっちゃなビジネスホテル。
で、そこの確か2階か3階の角部屋が泊まると必ず同じ夢を見るって評判のホテルだったんです。で、同じ夢を見るのは何かって言ったら、その港から真っ白い、まあ、小舟、うん、ちょうどまあ1人2人乗れてこう何ていうんですか、こう漕ぐみたいな、ほんとさーっとスピードも大して出ないような、うん、ああいう小舟、真っ白の小舟にお花いっぱい敷き詰まってるところに自分がこうやって棺桶みたいに顔だけ出して寝てるんですって、うん、でそれに揺られながら夕日に向かって進んでいくっていう夢を泊まった人全員が見るって評判の宿があったんですよ、うん、これは気になると。でしかも怖い夢ではないし、うん、内容を聞いてみたら、でたまたま私その用がある時にそこに予約を取って、で当時電話して2階の角部屋だったかなをお願いしますみたいに言うと、ご存知ですかって聞かれるんです。ほう。で、あ、分かっててお願いしてますって。あ、そうですか、じゃあいついつ何時に、宿泊ですね、ご存知なんですよね、あ、ちゃんと分かってます、はい、じゃあどうぞいらしてくださいって言われるんです、うん、で公認なんです、オフィシャルなんです、うん、でいざ行ってみて泊まろうっていう準備をしっかりして着いたら、その日に火事で建物ごとなくなっちゃったんです。だから私たまたま泊まれなかったんですよ。で、まあ、別のところに泊まって何事もなくというか、その用事みたいなもの、本来そこに行くのが用事だったんですけど、うん、それをまあキャンセルというかできなくなっちゃったんで、よそに泊まってなんか適当に用事を逆に作って、うん、一晩楽しんで帰ってきたっていうことがあって、はあ、まあ、そんなような美人法話もあったりするんですけど、うんうんうん、まあ、こういう何でしょうね、確認のしようのないというか、夢か幻かみたいな、うん、どっちが現実なんだっていう、こういうお話ってもう夢が広がるじゃないですか、うん、私何かの力が働いてるとしか思えないですもんね。だって本当にリアルなんでしょうしね、うん、チャンネル登録10万人記念、ついに動くクロコスタンプが発売されました。概要欄から要チェックです。いやー、これ面白いですね、まあ、おそらくですよ、ご視聴いただいている皆さんの中にもこういう似たような経験とか、まあ、それに準ずる、自分じゃ解決できないよとか、そういう話って多々終わりかと思うので、コメント欄で、お越しいただければ、私が気になったものを例えば安田さんに見てもらったりとか、そういうこともできますので、ぜひコメント欄に皆さんのご意見や感想とか体験談もお寄せいただきたいなというふうに思います。はい、で今回ですね、コラボ動画ですので、私も安田さんのチャンネルの方に出演をさせていただいております、うん、この動画はコラボ動画の2本目になりますから、概要欄から1本目もぜひご覧いただきたいところでございます。お互いにチャンネル登録して応援していただけたら、ウィミンチャンネルさらに盛り上がって嬉しいことになります。ですので皆様、このことようにヤスーさんのご愛顧もよろしくお願いいたします。はい、ということでコラボ動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。とんでもない。ヤスーさん、今回ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。近いうちまたウィミンチャンネルやりましょう。やりましょう。でその時には、うん、ビジホ話はちょっと一回やる前に確認してください。わかりました。一個だけちょっと気になったのがあったんですけど、黒子さんが、その、今ね、終わりのご挨拶したじゃないですか。黒子のようにご愛顧くださいと。白谷さんの時は黒子以上にって言ってましたね。もしくはそれ以上にご愛顧くださいって言い方してました。まあまあ別にいいんですけど、全然、うん。同様にね、可愛がってもらえたら嬉しいなと思います。気まずいこと言うなぁ。ね、黒子以上に、また安田さん以上に、お互いにね、お互いにご愛顧いただきたいと思うところでございます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。よく聞いてる。記憶あるもん。言った記憶あるもん。確かに。